ただいまから木原知事の定例会見を行います。それでは知事、はい、冒頭私から申し上げることはございませんけれども、質問があったらどうぞ。はい、どうぞ。朝日新聞の山本です。今日副知事人事案を議会に提出されましたが、その理由を今回再任で、猪瀬副知事の再任ということで出されましたが、その理由を教えてください。それは非常に役に立ってるし、私にとってもね、ありがたい改善役だし、官僚にない発想でですね、いろんな問題を提起してくれてますから、とても助かってますから、そういうことですよ。これから具体的に期待されるところというのはございますか？いや、今までみたいなですね、あの人も一種のこう調査間だからね、それでいろんなことを調べてね、報告してくれるのありがたいし、官僚にない発想ってのはね、いろいろありますがね、例えばね、緑の募金をやってて、集まった額見たらね、有名な建築家の安藤さんが集まり、企業を支持叩いて集めたお金ほとんどなんだよ。でそんなものは、要するになんていうか、なんたり基本願というか、都が言い出したことをね、一人の有名な建築家に全部教えるわけにいかないし、じゃあとにかく都の職員がだね、同じことでキャンペーンやったらどうだということになったらね、まあそれは結構だし、その通りでやりましょうということだったんだ。そしたら日曜日にやるってことになって、まさかと私思ったけど、金曜日の定例の幹部会で報告した担当の局長に、君まさかこれ有料でやるんじゃないんだろうな、二度払ってってことを、僕は気がつかなかったけど、猪瀬さんが言ってくれたんですよ。バカな話だけど、実際二度払ってやるつもりだったんだよ。そんなことだったらね、街頭で人に訴える資格があるわけじゃない、ね、しかもね、そのためにくだらないで共通のユニフォーム作って、ね、1枚安いかもしれないけど、導入した数にするで結局逆ざやだったんですよ。そういうバカなことをね、やっぱり役所はやるの、時々一種の売名でね、なんかアリバイ作りが、そういうことをやっぱりピャッと指摘するっていうのはね、やっぱり民間から出てきてね、あの人も政府のいろんな諮問員やったけども、官僚のやってることの虚構をね、つまり見抜く力を持っている、やっぱり民間の知恵です、発想力ですよ。その他この たくさんありました、助かったことが。はい、そういう意味で私は、はい、貴重な存在だと思ってますから。どうぞ。日本テレビの石川ですが、はい、東京都では来週から、都内100カ所の空間放射線量の、測定を行いますが、これとは別にですね、すべての小中学校のプールについて測定を実施するお考えはございますか？まあ、しかしそのね、供給されている水源というもののね、その信憑性と危険性というものを侵食すれば、いちいちプール行ってプール測るよりもですね、供給しているその要するに水道でしょうか、そういったものの、まあ、地下水ということがあるんだったら、それはそれなりにやっぱり測る必要があると思いますけどね、水道に関してはとにかく別に安全な基準というのを保ってますから、そのつもりはありませんけども、まあ、地下水はね、いろんなところでデータが出なかったりしてますけど、地下水を作っているプールについては、まあ、一応念のために調べたらいいと思います。それは確かにいい権限だと思います。どうぞ。テレビ東京の青木です。どこ？テレビ東京の青木です。マイク入れたらどうなんだ。あれ入ってます。あ、テレビ東京の青木です。今のに関連して、その供給するプールに供給する水ではなくて、今溜まっている水を抜くときに、その水を測ってから抜いた方がいいんじゃないかっていう話があったり、親御さんの要望っていうのがあるんですけど、それについてはどう思われますか？そう、今溜まってるってのはまだプールのシーズンになる前の、はい、あ、それはそうでしょうね。しかしこれから新しい水入れるんだからね、流してしまうと放射性物質が含まれているものを流してしまうっていうあんまりあんた神経質、大げさに考えないいようなものは現にだね、要するにあちこち空中とか地上のね、要するに放射能のモニタリングしてるんですからね。どうぞ。
日本経済新聞の亀と申します。下水の処理施設で周辺で割合高い放射線量とかが測定されていると思うんですけど、まあ、いろいろ思うんじゃないし、どうやどうやって、それで問い合わせをしますと、まあ、あまりよく原因が分からなくて、まあ、除去も、どういうふうな見通しになるのかまだちょっと不明で調査中というようなやに聞いてるんですが、例えば原因とか除去の仕方について今後その専門家を入れたりしてですね、検証されるようなお考えっていうのはあるんでしょうか。いや、現実にどこそこの場所の下水にですね、そういうものがあったんだったらそれ対処しますけどね、漠然とそうなんか想定の上の想定の質問なんかしないでもらいたいね。下水道局の方がですね、うん、割合この新宿の百人町でやってるようなものよりは科学的に高い値が出てますよっていう発表をされてるんですが、どこで下水道局の方から発表がされてるんですけれども、東部スラッジプラントですとか、南部スラッジプラントですとか、まあ、それはそれで原因を調査してて対処したらいいんじゃないですか。当たり前のことでしょう。それまだ損害受けてませんから、原局に聞いてください。他にありますか。どうぞ。東京 MX テレビの西条です。政界の話になりますが、知事がもう半年以上前からですねおっしゃっている政界再編大連立ということがありましたけどもまた最近それが、表に出かかったんですが、各党の思惑でまた尻すぼみになっているような感がありますが、知事どのようにご覧になってますでしょうか。まあ、これね、私はもう第三者ですからね、責任のある回答できませんけども、まあ、かつてもああいう世界にいた人間で眺めているとね、そのやりたいことやるべきことありながらなかなかそれが進まないということの中の一つの、ね、ハザードはね、その有力な一つのどういうんですかね、グループの核になる小沢一郎なる人が座敷牢に入っていることはね、これはね、彼がああいう立場になければね、もっとことすぐすぐ行くかもしれないけどね、その人がね、まあ、かなり影響力のある人間何か抱えている。それからやっぱり民主党そのものにとってもね、まあ、久しぶりにとにかく政権にありついた、それをそう簡単に話すわけにいかないという執着はあるでしょう。ですからね、まあ、私が言ってるようにね、もうね、総理大臣の挙手も含めてね、結局日本の政治というものをコントロールしたのは我欲なんだ。我欲、政治家がね、自分を捨てて何を考えるということがなくなっちゃった。それからやっぱりね、まあね、自分の立場を捨ててもね、保守行動をやったかっていうのは三木武吉みたいな、あの人はあのお仕事をやったらすぐ死ぬんだけどね、そういう大きな権力のある人がいなくなったんですな。だから当分混迷も続くでしょうよ。それからまあ民主党の後継者が誰なのか知りませんがね、まあやっててもあまりにね、とにかくお粗末というかね、まあ私は日本の何ていうのかな、今日の姿に貶めたのは国家の官僚だと思います。自民党時代ずっと通じて、しかしそのね、言いなりになってきた自民党にも責任があるけども、役人は役人の見識といいましょうか、経験はありますからね、そういったものを活用するのはね、私やぶさかじゃないと思うし、そうあるべきだと思いますけど、それをもうとにかく頭から否定して俺たちがやるんだよというね、まあ、自負は結構だけど能力がなかったらただの運命でしかならないわけですよね。だから私はね、その何回も言ってるけども、こういう時にね、事務次官なんかいらない、事務次官廃止すると言ったらそうもいかないから、まあとにかくね、事務次官残しはしたけども、こういう国家の大臣の時にね、大事なね、省をまたいで一括するみたいな大きな会議を開かない、例えば事務次官会議を開かない、それから自衛隊の要するに官に近い人間をね、数字を上げて動員してああいうものに繰り出すということのね、相談もね、防衛会議も開かない。つまりね、かと思うとわけのわかんない会議対策つい真ん中組み立ってない。まあこれはやっぱりね、本当にお粗末というか恐ろしいというか、ナポレオンの名言にあるけどもね、緊急の時に一番怖いのはですね、有能な敵じゃないと、無能な味方だというけどね、日本によって今そうなりましたな。どうぞ。いや、そうじゃない、そうじゃない、あ、いいよ。朝日新聞の福井と言います。
自殺者数のことについてなんですが、東京の自殺者数、先日警察庁の方から発表になっていて、5月325人でして、ずっと200人台で推移してきたものがですね、ちょっと増えたと。で、全国的にも増えていまして、大震災後の心理的な不安だとかですね、経済的な困窮とかとの関わりがあるんじゃないかなというようなことも推測されるんですが、都としてこれまで の自殺予防の啓発とかですね、そういうもの以外にさらに力を入れて何か対策を取られるようなお考えはありますでしょうか。これやっぱりね、自殺と一緒に痛ましいね、その現実っていうのはこう堆積していってるね、その背景に何があるかということを考えなかったらね、しょうがないと思うね。いや、時代だ時代だ、じゃあ力は今どういう時代なのかね、その時代が何を要するに何によって形成されたかということ、つまり国家全体がね、こんなに無気力になったね、この体たらくっていうのをどうやって克服するかって言ったらね、私はやっぱりね、そのためには、ね、今度の災害に対するなんていうのかな、人間が国民が全体連帯感を組むということは大きな要素になると思うんですけどね、とにかく我欲だけが横行してね、そういうものに政治がおもねってね、周りもね、なんていうのかな、それに追従して、こういう国家社会ができちゃったんでしょ。それでその中でね、やっぱり報いられない老人もいるし、希望を持てない若者があって、それがですね、自殺に走るっていうのはある意味じゃ当然の帰結かもしれないけど、じゃあ一体何をもって創生するかって言ったら、警察が宣伝車回して自殺しちゃいけませんとか、その自殺110番とかね、お話に乗りましょう、相談してくださいと、そういうことやってことが済むわけじゃないし、自殺の名称のところにね、日本の宗教団体はほとんどやらないけど、キリスト教の一部の人たちが出てってね、要するにちょっと待ちなさいということで施設作ったりしてるけど、これ本当にささやかなね、なんというか試みだってね、国家全体がやっぱり大きな反省をしてね、国民がなんかこう、たとえ貧しくてもね、意欲を持てるみたいな、そういうその国家の目的の設定というか、全体の連帯感を生むような緊張感をね、育てるとかね、私はやっぱりあると思いますよ。例えばね、国土の侵犯に対して日本人は本当に鈍感になっちゃったけどね、尖閣の問題なんかにしたら、私は自分で自殺した人間だ言うわけじゃないけども、あれどうなっちゃったんですか。これからもっといろんな問題起こってくると思うよ。それで私はね、震災が起こる前だけども、与党にも野党にも言ったんね。石垣島の市会議員が出かけたらさ、当局はね困るというけどね、国会議員には調査権があるんだから、超党派でね、尖閣を防衛するためにどうしたらいいかということの調査にでもね、国会議員がたくさん行ったらどうだったら、やりましょう、考えましょうと言ったけど、どっか行っちゃったね。何もね、国家の会の問題ってのは災害対策だけじゃないんだよ。東京から西の方はね、ちゃんとしてるんだから、国領がまだ残ってるんだよ。そこから出てる国会議員たくさんいるんだよ。ところがね、そういうこと一向にしない。それから、例えば実際ね、災害地で起こっているね、何人とは言わないけど、外国人による犯罪、窃盗、本当に消滅してますよ。しかし、それをね、名指しというか、国の名前を挙げていうことに、なんで政府は要するにね、たじろぐんですか。そういう問題も含めてね、つまり、その大きな連帯のなんていうのが要するである国家というものの存在感が軽くになってくるとね、なんかつまり自分を預けて自分の人生をね託して、何もそれは政治に全て依存するってことじゃなくてね、自分が何のために何をするかって要素がなくなっちゃったらね、やっぱり当座 目先のなんていうか利益っていうものは叶わなくなったら、人が簡単に死ぬってのは私は社会心理学的に人間の心理としても頷けるんですよね。これはね、質問に対する答えにならないかもしれないけど、やっぱりつまりなんでね、この日本に異常に先進国にこれだけ贅沢な国に暮らしが出る国に自殺が多いかということを考えるのはね、やっぱり政治家の責任、教育者の責任、それぞれの社会の指導者の責任だと思いますね。どうぞ。新宿新聞の木田です。関西電力の方がですね、 15% の節電策を打ち出しているわけですけれども、現在の原発の
定期検査をやっているところがですね、なかなか地方自治体の了解を得られなくて、なかなか再開ができないと、まあ、そういうことで原発がなかなか帯同できない事態が生まれつつあると考えるわけですけれども、これをどういうふうにですね、石原都知事はお考えになってるでしょうか。いや、困ったもんだと思ってますよ。そうお考えになってますよこれやっぱり政府がですね、イニシアティブ取ってね、要するに点検をちゃんと済まして、それでまあ佐賀県なんかはね、知事は反対、知事はふにゃふにゃ役人出身だから、町長はですね、やっぱりその自治体の首長としてね、動かしてもらえ困るということを言ってるわけで、これやっぱりね、その県民全体を説得できるようなあのデータっていうのをちゃんと専門家が非歴してね、行政の要するにリーダーを説得するしかないじゃないですか。まあ、日本人ったら原子力に関して非常に得意なセンチメントを持ってますからね、まあ、一種のトラウマを持ってますから、原爆で、これはやっぱり他の国に比べて仕方ないとは思うけども、あのフランスはね、こんな事故起こしてないでしょ。フランスってほとんど、ね、原子力に依存してるわけですよ。フランスにできたことがなんで日本人にできないんですか。まあ、いろんな理由はあるわね。とにかくその日本人のそういう、ね、トラウマにかまけてね、原発の担当者ってのはインシデントまで隠すの。インシデントってのはただの故障ですよ。事故じゃないんで、アクシデントじゃないんで、そのインシデントまで隠すの。隠すから疑心暗鬼になってね、ちょっとね、要するに疑問の問題が出てくると、これがまあ何ていうのかな、一点事実を誰かが吠えることで万見鏡を伝えるというような形になってね、原子力という、ね、大事な機能が停止する。じゃあ一体なんでね、日本の産業経済はこれから賄っていくの。風車あんなもんで役に立つわけないんだ。日本なんか雷多くて、他の発電で何ができるの。太陽光、それは家庭の電気はそれで賄えるだろうけどね、日本の経済産業なんか太陽光発電で賄えるわけないんだ。誰が考えて、逆出して考えてできっこないんですよ。じゃあ何もってするかって言ったらね、それはまあ他の代替エネルギーがあるでしょう。東京はだからですね、さっきもまあ東ガスの副社長にいろいろ話を聞いたけど、私が言ってますけども、かなり時間はかかるかもしれない、まあ、大体7年ぐらい先になるからうまくいって、だ東京は土地が余ってもありますから、埋め立てね、あの LNG のですね、天然ガスの発電所を作った、その距離も間近ですからね、途中の漏電というか、あの、消耗される電気量も少ないし、そんなこともね、やろうと思ったらできるんだけども、何が今までバリアになってきたかったら、つまり官僚と政府が結託してですね、要するに電力をね独占し、エリアを上げることってね、天下り先を確保するのことで、その電力の民営化っていうのを阻んできたんですよ。この時期になってね、家庭でソーラー電気作りなさいって、それは結構だ。しかしそれはもうごくごくミニマムなことでね、国家全体で考えたらですね、あちこちにですね、企業体が地震があったら、あの会社に限らず自治体にしてはですね、自前の発電所を作ったらいいじゃないですか。私言っただけで世界中のたくさんの、そのファンドマネージャーからぜひやりましょう、やらせてくれてオファーありますよ。そういう時代になってきた、その例えば原発をですね、動かすことに同意をした地方自治体の地域に対してはですね、節電をゼロにしてあげようと、そういうふうな考え方を持ってくれば、もっと地方自治体の理解が進むんではないかという意見も出てるようなんですが、この考え方はどうでしょう。まあ、どうかわからんね、その考えたことないから。東京に一生懸命節電やってるんでね、節電ゼロにすることで、その何がどういうふうに浮かばれてくるのか、私はさっぱり分かんない、あなたの言うことが。政府に聞いてくれ、そういうこと言ってるやつになるんだ。はい、いまだに都知事 の言葉で忘れられない言葉があるんですけど、誰だ。あ、すみません、自由報道協会所属のフリー、自由報道協会所属のフリーランスの高橋と申します。都知事 の言葉で未だに忘れられない言葉があるんですけれども、あの選挙の前ですね、あの東京都は福島に大きな借りがあると都知事が
言ったことがすごく印象に残っているんですよ。その借りを返すために一生懸命なんか被災者の受け入れとかそういったことを行っていてきたと思うんですけれども、今後6月30日が今のところ目処になっていますが、被災者の受け入れに対して今後どのくらいまで継続していく予定でしょうか。それは向こうの需要があったら私たちですね、受け入れた人をね、時間が来ましたら出てくれるんだ、とても言えませんよ。であそこの方作ったのは簡単なことをみんな考えてるけども、スリーマイルに比べたってですね、もっと厄介だと思うけど、スリーマイルだって人間がもっと住めないと16年かかってるんですが、まあ人はもっともちろん大変早かったから、しかしやっぱり炉の中に人が入ってですね、物を整備しだしたのは16年目ですからね、これはやっぱりね、もっともっと時間かかるでしょうね。それからね、厄介なことはね、そのチェルノブイリと違うんですけども、しかしね、ごく微量の要するに放射能をね、かなり長期にわたって被爆した経験ったら人類はないんですよ。これもね非常に厄介でね、でしからはね、そのね、どんな影響がどれぐらいのタイムスパンであるかというとね、人によったらとんでもないことを言ってるんだよ。僕じゃないよ、まあ名前言わないけどね、ある人だったら広島長崎原爆被爆者の平均寿命はかなり長いというんだね。それもね、まあそれをってよしとするわけはとてもいきませんけどね。ただいずれにしろね、ああいう惨禍というものを唯一世界で体験している民族だから、まあこれは非常にいろんなトラウマを持つのは当然でしょうけどもね、その中で今度のケースで、ね、これから先想定されるというのは、かなりその微量の放射能をね、長期にわたって、ね、被爆する経験を知られるのかもしれない。それがですね、さらに何年先に、まあ、それを続ける人の年齢によっても違うんでしょうけども、どういう結果を生むとかさっぱり分かんないですね。まあ日本人が、ね、それをね、あえてそう今知られてるわけですけどね。しかしやっぱり私たちはこういうことに神経質になったらいいと思うけども、しかしなおね、まあ、福島のケース考えてみると、これ言うべきじゃんか言うべきじゃないかわからんが、みんなこの頃口にしてるけども、外国のあの事例で言ったら50マイル、それに80キロとか、日本の場合にはその要するに30キロでした。30キロと80キロの間の50キロの要するに、まあ科学者の家は何かったらね、日本の場合にはそれ引いたらね、あの辺の中にとんでもない土地が入っちゃうわけだ。福島は会津若松まで岩木も入りまして、ね、で一体その人間を、ね、疎開させるってのはね、200数十万の人間ですよ。こんなことはね、今の日本の行政の上でできない。今の政府だけじゃない、自民党だって誰だってできない。しかもまたね、全然役所が動かないからですね。まあね、そんなことでね、まあ、東京はね、まあ、それなりの力を持ってますから、その受け入れぐらいのことは当然ありますけどね。それからまあ皆さん、これついでに言いたいけどね、皆さんがたくさんの義援金をいただいて、東京もいただいた、これ一体何パーセントが今要するに被災の人に配られてるんですか。ほとんど配られてないんだよ、 20% も。それでね、気の身気のままで逃げてきて財布も持たずに来た人たちがね、簡易住宅に入る、仮設住宅に入る、入ったら共同で生活者だったら大変な大変な時に聞いた、食料も届かない、買わなくちゃいけない、買う金がない。当座ですね、不公平にならんよってバカなこと言ってるけどね、とにかく避難してきた人なんだから、頭金30万40万渡したらいいじゃないか。それやらないんだよ今の政府ってのは、どうかしらんけども、これもね、縦割りの行政の弊害でね、なんかじゃないか、みんなキョロキョロ責任転嫁を恐れて、とにかくね、やることはやらない。私だったら多少無駄になってもね、総理大臣で命令してね、その期間でとりあえずとにかく30万で40万払いなさいと、たくさん金が集まってるんだから払ったらいいじゃないですか。なんでやらんのかね、具体的には何もやらない。行政ってのは具体的かとやらなかったらしょうがないんですよ。昔私我孫子にね、いい課ができてね、そんなもんねすぐやるかってなんで、非常に私は評価したんで、これはささやかなことで、ドブが詰まってるとかね、猫が死んでて乱れないとか、すぐやってからすぐ飛んでいくんで、やっぱり行政ってのはね、全部できたのか、とにかくすぐ手をつけなきゃダメなんですよ。ところがね、具体案なんてやらない、何も候補があるわけじゃないけど、パチンコだってこの代表が来てですね、25% 自粛しますって言い出した。自動販売業界は
サントリーなんかブツブツ言ってやらないみたいだけど、コカ・コーラはですね、さっさと自分でやりだしてね、 15% 以上の節電やってますよ。でこれはね、やっぱり政府は言わなかったらね、私あたりが吠えたってどうにもならないんだね。私はサントリーに行く前って別に怖くもないけどね、そうじゃないし、これ政府がね一律にやらないとね、自動販売業界だってその誠意のある会社と誠意ない会社あるのが歴然と作るみたいな話だけど、まあ、サントリーどれやってるか知りませんよ。いずれにしろね、大変おかむりみたいな話だが、だけどね、とにかくこれはね、政府が一律に政令出してやらなきゃダメなんですよ。権限持ってるし、その責任もあるんだから。なんで具体的にやらないの。この間戦国にね、4人の知事でやって、とにかく具体的にこれだけのことやってくれた、分かりました、やりますって、やらねえね、あいつどれだけ力あるかないか分かんないけど、今の総理大臣のためのことやらないのかね。それじゃやっぱりさっさと全部みんな辞めちまってね、他の人間が政府作った方がいいよ。じゃあ韓国に行って韓国が動くかって言ったら、これもはいはいはいやりますってだけで全然返事も返ってこない。担当の大臣が来て政令作れたら、もう政令があるってことも知らない。まあなんというか見事にお粗末な見方だね。ああ。それで先日原口議員にお話を伺ったんですけども、国はまだ原発の賠償のレベルがどの程度判断できないか判断できないので、賠償スキームにまだ入れないというような話を伺ったんですよ。まあ、要するに今の論憲上の民主党主導の内閣ではできないということだったんですが、あなたに前お話したかどうか知らんけどね、その時にね、あれは中曽根さんの時代にね、中曽根さんが幹事長の長官してる時にね、最初の大臣になる時にね、原発の問題が出てね、で原発が事故をした時どれだけの保障政府が責任を持つかって時に、まあ、非常に大雑把な言い方だけど、関東大震災の3倍以上の災害だったらやらざるを得ないだろうと。今度はそれに換算したって数十倍でしょ。政府が乗り出さずにこんなものの保障がね、全うできるわけありませんよ。まあ、その財源をどこに持つかってことでしょうけどね。はい、はい、どうぞ。スピリチュアルテレビの藤木と申します。スピリチュアルテレビ、はい、なテレビあるのかすごいね、はい、ネットテレビでございます。自殺と放射線量との関連についてちょっとお尋ねするんですが、自殺と放射能、はい、これまた難しい話だな。今我々は非常に新聞テレビ含めてですね、マスコミ含めて何を信じていいのか分からない、その上で、今被災という、浮き目に遭っているわけですが、特に放射線についてその害、そしてその数字パーセントなベクレルとかいろいろありますが、そのことについて、非常に国民は、混乱していると思うんですね。そこで、自殺というふうにも、そっちの方にも関連どんどんしていくと思うんです。そうかね、俺はそう思わんね。放射能を気にして自殺する場合いるか。俺はちょっと君なんかね、ちょっと潜在意識的に関わってくると思うんですよ。でそこでですね、国としてまたは都として、放射線量を測る機械を、フランスとまではいかなくても、各家庭とまではいかなくても各地域や、企業に設置をするというお考えは。それはね、もういろいろ考えてるんですけど、一台とっても高いんだよ、あの機械。それからね、なかなか品切れで手に入らないの。だからね、まあ、設置するとこ自分で裸になって測ったりじゃないか。それはよろしいで、君関西の方らしいけども。スピリチュアルテレビ、どこにあるの？インターネットのテレビでございます。ああ、そうか。はい。はい、それじゃあ。